日本テレビ系、水曜ドラマ、枠、水曜22時から、にて、小池栄子、42、主演の連続ドラマ、こたつがない家、が、10月クールに放送されることが明らかとなった。小池が民放 GP 帯の連ドラで主演を飾るのは、今回が初となる。 44歳のやり手ウェディングプランナーの主人公が、夫、息子父という3人のダメ男たちを養う羽目になってしまう笑って泣けるネオホームコメディーで、すね。小池さんは勝ち気で男勝りながら、繊細な部分もある役に定評がある。昨年放送の NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人、では、北条政子を熱演して橋田賞に輝いたばかりですし、 本作もハマり役となることでしょう。裏番組のマックに対しては若干気を使うかもしれませんが、女性編集者、水曜ドラマ枠はダウンタウンの人気冠番組水曜日のダウンタウン TBSK が真裏で放送されている。水田ウは同時間帯トップの人気番組だが小池にとってダウンタウンの松本、人志五十。 9は現在進行形で共演中の仕事仲間でもあるのだ。松本さんとバナナマンの設楽おさむさん、50はマックを務める気候バラエティ番組、クレイジージャーニー、TBSK、に小池さんもマックでレギュラー出演していますよね。同番組は2015から2019年まで深夜帯に放送していた人気番組だったのが、やらせ騒動で一度打ち切りに。しかし、 2021年に一夜限りの復活を果たし、2022年10月からゴールデンタイムの月曜21時枠でレギュラー番組として復活しています。思えばこちらも復活当時は裏コウムリが話題になっていましたね。全能、四角小池は昨年10月から月休出演 NG 女優になっていた天下の NHK 大河ドラマである鎌倉との への出演が良い例だが、小池は、クレイジージャーニーの一端の終了後に女優としての評価が爆上がり、2022年7月クールの競争の番人で、フジテレビの伝統的なドラマ枠の月9デビューを果たした。しかし、このドラマ終了と入れ替わるように、クレイジージャーニーが月曜21時枠でスタートした結果、 小池は今後、裏番組である月9への出演が不可能となってしまったのだ。この月 9NG について小池は、クレイジージャーニー、初回放送時に、この前、競争の番人、一度出させてもらったのでもう大丈夫です。と、コメント。松本も、それは理解しており、2022年10月5日に、まあもしかしたらすぐ終わっちゃうかもしれないですけど、笑い。 終わったらまた小池さんも月9に出られるかもしれませんし、なんなら3人で月9に出るっていう構想もあるので、笑い、クレイジージャーニーをよろしくお願いします。と、告知コメントを寄せていた。同年4月にしゃべくり007日本テレビ系も月曜21時に枠移動した影響で富士の月9はしゃべくり、と、 クレイジージャーニーという二大バラエティ番組の裏番組になってしまった。そのため、月9はこれまで以上に視聴率が大苦戦をするようになってきました。そんな最中、今回の森七菜さん、22、主演月9ドラマ、真夏のシンデレラ、が厳しい数字を叩き出してしまって、富士月9は大ピンチを迎えていますよね。ワイドショー関係者、真夏の、 シンデレラは月9の原点回帰を意識した王道ラブストーリーとして期待されていたが第1話7月10日の視聴率が世帯6.9%個人4.0%関東地区ビデオリサーチ調べという過去最低レベルの数字を記録。しかも第2話7月17日は世帯5.5%個人3.2%第3話 7月24日が世帯5.5%、個人3.3%と、第1話以上に悲惨な結果になっている。資く今週以降、小池の月休出演が可能になる、前でのワイドショー関係者は話す。ただ今週から風向きが変わるかもと言われています。それというのも、クレイジージャーニーが22時枠へ移動する方向で調整が進んでいるからです。 裏こう無理で出演 NG 状態だった小池さんの月給が叶うんですよ。10月以降、クレイジージャーニーは月曜日22時枠にを引っ越し、22時から放送されている、しといつまでも MBS 制作は終了となり、クレイジージャーニーがいなくなる21時枠には大人気コンビかマイたちの新番組が予定されているという。 先の27時間、テレビでも大活躍したかマイたちは若い世代に大人げの芸人ですから変わらず月9は厳しい戦いを強いられることでしょうね。ただそれだけに、小池さんが月9に出演可能になったのは、フジテレビとしては大きなチャンスではと、言うまでもない演技力の高さに加え、 以前からバラエティ番組などでの告知もノリノリでやってくれる女優として評判でしたが、鎌倉とのではほぼ主役の圧倒的な存在感を誇る大女優にまで上り詰めましたよね。本人もクレイジージャーニーのリスタートの際は少し月9出演への未練もありそうな感じもしましたし、良いオファーであれば出てくれるのではないでしょうか。小池さんはバラエティを含めて テレビを愛してくれている印象がある。それだけに、月球の救世主になってくれるのではないか、と、フジテレビも期待を寄せているかもしれませんね。全能。小池にとって二度目の月球は、そう遠くないかもしれない。四角、画像、理想の年齢の重ね方、小池栄子、超ネギ入り袋とウェディングドレスで、お茶目と美しさが共存。こたつがない。 家の脚本は小池も出演した俺の話は長いを担当し向井落に故障に輝いた金子茂樹氏。そのため、幾田東真や安田明、杉の要涼ら、俺の話は長い、キャストの出演を願うファンも多い。